バレーボール男子の日本が最新の世界ランキングで3位に浮上した。日本男子は世界ランク5位で迎えた8日のネーションズリーグ、世界ランク6位、スロベニア戦で西田の活躍などで3位消化が。この試合後に世界4位に浮上したが、同日のカナダ・米国で米国が1対3で敗れたことで、米国が3位から5位に転落。日本が3位となった。 パリ五輪の一次リーグ組み分けでは世界ランクが指標となるため、上位をキープすれば52年ぶりメダル獲得に大きく近づく。最新の世界ランクは1位、ポーランド、2位、イタリア、3位、日本、4位、ブラジル、5位、米国となっている。